広域基幹林道塩野江琴波線の紹介をしていきます。広域基幹林道塩野江琴波線は阿山山脈の山際を走っていく道となっています。笠形山など阿山山脈竜王山などの一個北側の山脈を走る道となっています。アプローチは国道438号線から県道39号線に向かい走っていき、2キロほど入ったところに入り口があります。看板は終点側のみにしかありません。起点部分は中村の方にもありませんでした。終点側から入っていきます。県道39号からは一つ南側の山脈に入っていきます。笠形山の方に向かって走っていきます。私は何度でも繰り返す。僕と契約して魔法少女になってよ。と言わんばかりに迷いの森に迷い込み、まるで同じところを走っているかのようになります。高松市街地、最初は見えます。そして林道笠形線が分かれていきます。途中、風景の違いが進んでいることを表してくれます。途中、倒木や落石など、また沢が崩れているところもあるので、落ちているものには気をつけてください。そして林道井の花線が分岐しています。こちらは県道167号線からつながっている林道となっています。琴波塩野江林道からだと最初はダート、167号に降りるとオンロードになっています。塩野江琴波林道に戻ってきました。総延長は入り口には23キロとは書いていましたが、実際には24キロありました。終点から5キロ、川東から5キロのところで綾川町に入ります。手作りの町境の看板があります。万能町、綾川町、境には笠形山への登山口があります。標高は762メートルとなっています。野地山という山もあります。林道笠形線から上がる方が近道になっているようです。そして広域基幹林道のため何本かの作業道、林道が分かれています。綾川町に入ると綾上町の落石注意の看板が手作りのものが何本かあります。そして竜頭谷林道です。こちらは柏原渓谷に降りていく林道です。1230メートルの林道です。こちらは最後、塗装になっているので、川が増水しているときは最後、渡れないかもしれないので気をつけてください。そしてまた作業道が現れます。この間も山を下ったり登ったり同じような風景が続いていきますが、12キロで塩野江町に入ります。私は何度でも繰り返すと言わんばかりに、何度も何度も同じようなカーブ、山並みが現れます。そして塩野江町に入ると下切線が町道が分かれています。こちらも大きな山並みが広がっています。砥石峠に降りていく道です。看板が立っています。塩野江町のところでちょうど12キロとなっています。中間点となっています。そして四砂路があります。下切貝の又林道です。苗場ダムや住谷の方向、上西、貝の又方面、また中徳の方に行く道と分かれています。そしてここを過ぎてもまた何度も同じような風景が繰り返されます。右側にはロックシェルター。そして右カーブのところで山なりのカーブになっていたりします。切り通しの部分が何度も何度も現れてきます。カーブミラーも同じようなものが立っています。距離と風景の違いがやはり違いを表してくれています。そしてこれは耳の神様として住谷の光神さんです。ここに真ん中の穴が開いている小石を持ってきてお参りをすれば、貝の耳の不自由な人が治ると言われています。またここには見ざる、言わざる、聞かざるの石もあるようなので、時間がある方は探してみてください。そして、苗場ダムの方に分かれる林道と交差します。
林道塩根琴波線は道なりにずっと進んでいきます。苗場ダムの方を見るととても高い山並みを見ることができます。そして道なりに進んでいくと下り勾配が基調となりますが、また上り勾配になったりします。国道193号に降りていく道がちらほらと現れてきます。そして交差点を越えると今度は鏡の世界に入ったように逆番となります。そして一つの峠を越えるともうすぐ国道193号線起点部分に至ります。ちょうど土佐先生の交点となっています。ここから下っていき中村地区に降りていきます。住宅街が見えてくるとほどなくすると起点部分塩野江町中村に至ります。琴波町から24キロ同じような風景を繰り返しながら塩野江町中村へと降りてきました。現在は高松市になっています。広域基幹林道塩野江琴波線は総延長24キロ、琴波町から綾川町を経由し高松市塩野江町を結んでいる道となっています。琴波は現在万能町となっています。